リアルなやつをみんな期待してます、ね。もしアウトだったら後で編集してそこをカットカットするって。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は、就職をされるということで、まず黒く染めるっていう感じと、あとパーマをかけたいっていうことで、ちょっと写真を見せてもらったんですけど、なんだっけ、取れやすいんですよね。はい、そうですね。すぐ取れちゃう。取れやすい。はい。で、かけ直すんですけども。はい。で、前回がもしかしたらデジタルパーマみたいなのをかけて、そうですね。今年、今だから、5ヶ月ぐらい前にかけて今この状態になって、はい、最初はもっとすごいかかってたんですか？かかってました。あ、じゃあ昔はもう全然かかんないこととかもあったんですね。そうですね。2回かけてもらったりしてました。2回。はい。ああ、じゃあその仕上がった時にかかってなくて。はい。1週間後ぐらいに。ああ。すぐ取れて。はい。で、長さはもう顔じゃないや、うんと顎くらいまで切っても大丈夫ですか？顎下ぐらい。顎下ぐらいがいいです。あと前髪は、まあ、見せていただいたのが結構短いので、うん、眉毛ぐらいでパッツンにして。まあ、ちょっと隙間が空くぐらいの前髪で、パーマは結構強めにかけてほしいという、まあ、先を考えてってことですよね。はい、顔周りにここを、上からこう持ってくるところをかけてしまいすぎるとここに前に来なくなっちゃうんで、ここは毛先だけあればいいかなと思いますんで、その後ろからかけます。はい。で、取り方としては V で、ちょっとかけていきます。はい、バイオレージュパーマを今回やります。ブロッキングは V です。 V の形に取っていきます。ここは上からかけます。はい。ではこんな感じで薬剤をつけまして、薬剤は後ほどまた。あ、結構これかかんないですね。なるほど、かかんなそう。めっちゃこれはかからないやつですね。どうしようかな。つけた瞬間、あ、これいかねえなっていうのが中間巻き、ちょっと思ったよりも小さいやつなんですけど、これぐらいでかけます。はい、じゃあください。はい、かけます。おっと、今日も逆巻きですね。はい。で、その次のところも、まあ、この辺ちょっとボリューム出ても可愛いかなと思うんで、そうします。モデルさんそんな鉢が今日は貼ってないので、はい、またちょっとつけて、V ラインのベースを取っております。はい、この V ラインベースに対してかけていきます。ちょっと前に来た方が可愛いかなと思うので、前側に、はい、1枚ください。ここは前の方にカールがこう来るような感じで逆巻きでかけてます。マニュアルとかは全くないので、これ見てる美容師、美容師さんじゃない方はわからないと思うんですけども、美容学校を卒業したらパーマ、それからカラーとかは、まあ、普通に塗ったりするのはできますけど、特殊なウィービングカラーとかですね、まあ、特殊なパーマとか、パーマのっていう部分に関しては一応勉強はするんですけど、美容学校とかで。ですけど、ほとんどがやっぱり知識ない状態で美容室入ってくるんで、もうある程度どこで勉強、はい、勉強するかっていうと、もうその人がサロン終わった後だったりとか、まあ、そのカテゴリーとか、まあ、サロンにあればあれですけども、結構そのヘアセットとかと一緒で、その人がどんだけ勉強したかによって変わってくる部分なんですよね。そういうパーマとかの部分って、パーマとかと、美容歴が長い人だからできるとかっていう技術じゃないんですよね。ヘアセットと一緒で、若い美容師さんの方が勉強すればできるし、若い美容師さん勉強しなければ全くできないしっていう感じなので、またちょっと特殊なんですよね。基本的にシャンプーとか、はい、ベーシックなカットとかは、まあ、美容学校で教わるんですけど、まあ、お客さんに入ったらまたちょっと状況が違いますので、結構ね、美容学校行ってたらできるんじゃないかっていうふうにお客さん結構考えがちなんですけれども、全くそういうことがなくて、美容学校でできることって結構限られてたりとかします。なんで、そこって何かっていうと、その美容師さんがどこまで勉強する気があるかとか、どういうふうに学んでるのかっていう部分がすごく大きく左右してくると思うので、
はい、ペーパーカス、はい、なので、まあいろいろこう勉強してる方にやってもらった方がいいのかなっていう、すごい技術差が出るところ、特にあのブリーチですね。ブリーチの仕事、今パーマ巻いててブリーチの話するの変ですけど、ブリーチとかってめっちゃ技術の差が出ます。めっちゃ出ます。あのヘアセットもそうですけど、これってなぜ出るかっていうと、あんまり需要がないっていうのと、経験値がしっかり積んでる人じゃないと、あのいかにその普段練習とか、まあ、モデルさんとかでやってるかっていう部分がすごく大きく出てくるんで、基本的に経験がない方っていうのはできませんっていうふうに思っていた方がいいです。絶対変な色になったりとかするんで、もしくは無難に終わらせられて終わるっていうことが非常に大きいです。なのでその辺、あの皆さん騙されないっていうわけじゃないけど、あのちゃんと見極めできた方がお客さんもいいと思うので、はい、で次今度顔周りかけます。この辺はちょっと顔周りが、ちょっと小顔効果になるように上からこう来るところをかけたいの で、こういうパーマも、これぶっちゃけこんなパーマのかけ方全くないですけど、はい、お願いします。いかになんか常に考えてるかによって、いろいろバリエーションが生まれてきたりとかするわけですね。一般的に見るとすごい変な技術ではあるんですけど、ここは毛先内巻きにしたいよ。ちょっとジェル状のものをつけてるので、はい、かかりづらいので、ここは13ぐらいでいこうかな。はい、こんな感じで顔周り巻き終わりました。で、この技術自体もスピードがないと、まあ、超危ないので、危ないっていうのは最初に薬剤つけたところと、最初に薬剤つけたところと後につけたところの差がすごく出ちゃうので、あまり自信ない方はまず練習されてからやった方が絶対いいと思います。でやったりするとほんと心配しちゃうの で、今日もこのムササビトリートメントが入ってトリートメントしながらかけていくような感じです。ヘル状のパーマ液使っていることによって、まあ、垂れないっていう部分です。ただ中間水線非常にしづらいので、そこはすごいちょっと気を使わないとダメなポイントかなと思います。で、さっき鱗状に、先ほどかけてないところにちょっとかけていきます。よしやったらかないですか。よしよしですか。髪を渡すね。いや、違います。ちゃんと美容師としてね。不器用なのでできます。みんなそうやって断るんですよ。人気ねえな、美容師。いや、関係ないですよ。器用じゃない人全然なってますから。本当ですか。本当に器用よりもやる気ですね。はい、聞いてください。なんていうの、精神力的な器用じゃなくても全然大丈夫です。本気で やろうと思う人もいれば全然できます。彼氏さんが美容師さんだったら嫌ですか。すごい人に来てもらえる。本性で、いや、生活とか考えて結婚、いろんなことを考えたらどう。リアルなやつ欲しい。リアルなやつをみんな期待してます。もしアウトだったら後で編集してそこをカットするって。結婚はちょっと考えますね。そうですよね。なんで公務員の方がいい、やっぱり。どっちか比べちゃうとそうですね。その人によると思います。いや、そうなんですよね。だいたいその人によるって言ってみんな逃げるんですよ。確かにそうなんです。はい、ペーパーください。はい、で、このネープの部分なんですが、もう10ミリでかけないとかかりません、きっと。このぐらいのかかりづらい人は。なので、10ミリ湿度ですね、これね。はい、で、スライスも、はい、超ダウンステムです。はい、超ダウンステムでかけます。で、毛の本数のこと言ってますね。毛の本数が多いとパーマかからないので、毛の本数は
ちょっとこのネープとかかからないところは少なめで今日は行きたいと思います。これでもちょっとかかんないもんな、これ。はい、非常にかかりづらい感じですね。ここで前髪のポイントなんですが、彼女の場合普通にかけちゃうと面白くないので、ウィービングパーマでかけた方が僕はいいかなと思いました。なぜかというと、束の感覚をうまくストレートとカールで生かしていった方が可愛い前髪ができると思ったので、そうします。なので、ちょっと残したいところ、残さないところっていうのをかけ、ちょっとこういう風にウィービングでしてあげることによって、より可愛いバングが作ることができます。はい、でただ前髪あんまりかけすぎるとちょっと変なんで、あんまりかけませんですよね。いいですか、はい、なんか求めてるのがめっちゃ緩いんで、あんまりかけない方がいいかな。ほんと毛先のニュアンス程度にしてます。あ、ごめんなさい。で前髪はツイストバンド10回ぐらいのツイストバンド入れます。ツイストバンドしてかけてアルビニングっていうのが基本です、前髪は。で、このままアルビニング入ります。これ痛いですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ということでパーマ終わりですね。はい、でこのままくるってこうして、で、R ですね、R ピニングでギュッてこう形をつかないように R で止めていきます。はい、でこの R ピニングすることによって、ゴム跡がつかないイコール、K にかかるということですので、これをちょっと皆さんやっていただければいいかなと思います。はい、